G7 は英語グループオブセブンの略でフランス、アメリカ合衆国、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダで構成される政府間の政治フォーラムである。メンバーは世界最大の国際通貨基金の先進国であり、最も裕福な自由民主主義国であり、グループは多元主義と大義制政府という共通の価値観に基づいて公式に組織されている。 2018年の時点で G7 は世界の純資産の60%近くを占め、世界の国内総生産の32から46%を占め、世界人口の10%にあたる約7億7000万人が参加している。メンバーはいずれも世界的な大国であり、経済、軍事、外交面で緊密な関係を保っている。G7 は 1973年に財務大臣が臨時に集まったことに橋を発し、それ以来貿易、安全保障、経済、気候変動などの主要なグローバルな問題を議論し、その解決策を調整するための公式かつ注目を集める場となっている。各加盟国の政府代表と欧州連合の代表が、年に一度 G7 サミットを開催し、 その他の G7 及び EU の交換も年間を通じて会合を持つ。他の国や国際機関の代表者がゲストとして招かれることも多く、ロシアは1997年から2014年まで正式メンバーであった。G7 は条約に基づくものではなく、常設の事務局やオフィスはなく、議長国は加盟国の間で毎年交代し、議長国は グループの優先事項を決定し、サミットを開催する。G7 は法的、制度的な基盤を持たないものの、国際的に大きな影響力を持っていると考えられており、HIV、AIDS 対策、途上国への資金援助、2015年のパリ協定による気候変動への対応など、いくつかの主要な世界的取り組みのきっかけとなったり、先導したりしている。一方で、 古くて限られていることや、世界的な代表者が少ないこと、効果がないことなどが批判されている。また、反グローバリゼーション団体が、サミットで抗議活動を行うこともある。トロントにて形容される、G7 各国の国旗2016年の伊勢島サミットにおける記念撮影イタリアとカナダが、加わる以前は、普通、米、英、清独、日の5カ国が参加する。 G5 と呼ばれていた。1975年にイタリアが参加し、第1回先進国首脳会議が開催され、G6 となる。その後1976年にカナダが加わり、第2回先進国首脳会議が開催され、G7 となった。現在では首脳や各大臣による会合はすべて G7 の枠組みとなっている。 カナダ以外の6カ国は20世紀前半までの帝国主義時代における列強にあたる。1998年サミットから2014年のロシアによるクリミアの併合まではロシア連邦もサミットに参加していたため G8 と呼ばれていた。なお、ロシアの参加によって首脳会議や閣僚会合が G8 という枠組みとなっていた時代においても先進7カ国財務大臣、 中央銀行総裁会議に関しては G7 の枠組みで活動していた。そのため一時期は G7 イコール先進国財務大臣、中央銀行総裁会議の略称として用いられていたとされる。G7 のビデオ会議近年は中国やインドなどの新興国の急速な経済的発展の反面 G7 の経済力と影響力低下に伴い、 世界経済に関しては G7 に EU とロシア及び新興経済国11カ国を加えた G20 の枠組みで議論されることが多くなっている。2010年2月5日から6日まで2日間の日程でカナダの怒る図で開幕した G7 の財務大臣中央銀行総裁会議では世界経済の現状について意見交換する夕食会の後 膝詰めで話し合う、ロバタ対話が行われ、フランスのクリスティーヌ・ラガルド財務省から G7 の今後のあり方が提案されたが、結論は出ず、継続議論となった。日本からは、ガンナオト財務省と、白川正明日銀総裁が出席した。現在では、ロシアによるクリミア併合や中国の海洋進出などを受けて、法の支配や、 基本的価値の共有を標榜する G7 の結束は高まっている。だが、価値観外交よりも国益外交を主張するトランプ大統領誕生より2019年には初の首脳宣言見送りとなった。2016年5月31日、日本の岸田文雄外務大臣は記者会見で G20 の台頭に対して G7 は特に自由、民主主義、 法の支配人権といった基本的な価値観を共有する主要国の枠組みだと思います国際社会が経済も含めて不透明化する中にあってこの枠組みの意義存在感はますます高まっていくのではないかこのように認識しておりますと語っている2020年6月同年の開催国にあたるアメリカのトランプ大統領は G7 の枠組みを 時代遅れだと批判し、ロシア、オーストラリア、インド、韓国を加え G10、または G11 に拡大したい意向を示したが、新型コロナウイルスの流行を背景に、対中包囲網という意識もあるとみられる。ただし、G7 全諸国の承認が必要であるのが条件で、イギリスやカナダは、ロシアの参加に反対し、ロシアも中国排除の仕組みに意味がないと難色を。 示した。韓国に関しては、中国メディアからは、韓国自体国力、影響力のない国と批判された。日本政府高官が、米政府に対し、北朝鮮問題との理由で、韓国の参加を拒否する旨を伝えたと日本のメディアは、報じている。また、EU 外省のジョセップ・ボレルは、米国に、G7 の枠組みを変える権限など一切ない。と米国を批判している。 その後7月27日にはドイツが G7 の拡大を批判した。2021年日本政府はイギリス政府の G7 の拡大案に反対すると発表した。ありがとうございます。